皆様こんにちは。今回は Get Ready With Me をやっていきたいと思います。なのでこれを塗っていきます。 Excel のモチベートユアスキン。最近下地はね、これとヌーディークのシアグロベースを使い分けてるんですけど、結構こう外に出かけるとかそういう時は密着力が高くて持ちのいいこのベース、これを使うことが多いです。ちなみにね、ネイル変えたんですけど、セリアの長さ出しジェルみたいなちっちゃいやつで、それもセリアで売ってるんですけど、その長さ出し用のチップみたいの持ってて、それを使ってちょっと長さ出しをしております。ちょっとね、下手、まだ2回目で長さ出しするの。1回目なんかもうガタガタすぎてもう 見せられないのですぐ撮ったんですけど、2日ぐらいで。今回はまだこっちの左手は右手でやるじゃないですか。私利き手が右手なのでまだね、でうまくできたんですけど、右手の方がねちょっとガタガタなんですよ、根元とか。だから上達したらねまたやろうかなと思います。今日はね飲みに行くんです、久しぶり。そして私眉毛をね今脱色してて、なんかすっごい眉毛がいらないなって思ってたんですよ、ここ最近で。そしたらなんか猪狩さんのインスタを見た時に、なんか今は眉毛を消そうみたいな、猪狩さんが出したアイブロウプロダクトがそういう感じらしいんですよね。眉マスカラで明るくして薄くするんじゃなくて存在感を消そうみたいな、えっみたいな、ちょうどしたいと思ってたと思って。でっていうのもやっぱり眉毛がないことで目が大きく見えるというか、目に目が行くというかね、他人から。で私も結構それは思ってて、最近なんか眉毛の印象、私もともと眉毛が濃いから、まあそれをね好きって言ってくださる方が多くて嬉しいんですけど、やっぱもうね何十年も自分の顔を見てると飽きるわけで、眉毛ちょっと消してみようと思って。ただ全剃りとかはちょっとね勇気が出なかったので、金髪にして、で久しぶりにこの脱色を買ったらパッケージが変わってて、エピラットの脱色クリームの、敏感肌用ってやつ、これを使っております。少量出せるので毎日コツコツ脱色しております。なんか薄眉で金髪の薄いライトブラウン系で太眉とかってすごい可愛いなと思ってて、やっぱね地眉で太眉、まあもともと眉毛めっちゃ生えてるから太眉になりがちなんですけど、そうするとやっぱり眉毛の存在感がすごいので明るくして太さを出していこうかなと思いました。今日はねマックの下地を使って、下地じゃない、ファンデを使っております。めっちゃ今日ツヤツヤじゃないですか、こことムダ毛をね剃ったんですよカミソリで。私は結構カミソリでムダ毛処理するんですけど、やっぱね毛がなくなるとここがツルッとしますね。私結構やっぱりね眉毛もまつ毛も濃いということは他の部分の毛も濃いので顔もね結構生えるんですよ。剃ったらさツルツル、なんかむき卵みたいになりました。まあねこのエクセルの下地もツヤっとするし、マックのファンデもツヤファンデなので相乗効果もあるんですけど、そしたらパウダーはまたデイジードールのルースパウダー02番のグローのタイプ、これを結構しっかりめに目の下にこうベーキングぐらいな感じでのせます。まあ放置すると一番ね定着するんですけど、ちょっとそうするとマットすぎちゃうので多めにのせて素早くなじませる。いい感じ、今日すごい肌がいい感じ。そしたら早速眉毛を描いていくんですけど、このクリオキルブローオートハードブローペンシルズ半版、これを使っていきます。これ確かねラクシービューティーボックスに入ったと思うんですけど、こんな感じの平筆になっていて、平筆というかペンシルなんですけど、でこっちが
シャープナーかな、本体がシャープナーかな、まあこれを使って描いていきます。すごいね、伸ばしっぱなしにしてたので眉毛なんか至る所に毛があって剃らなきゃなと思ってたけど、やっぱりね脱色するとそれも気にならなくなりますね。でちょっとぼかしつつやりますね。今日めちゃくちゃ曇ってるし、めっちゃ寒いし、めっちゃ風強いんですよね。もうこのね暖冬だからね、季節の変わり目は風邪ひきやすいのでね、皆さん気をつけてくださいね。私もだけど。そしてチーのね福袋予約開始しました。前回ねちょっと前に動画でもテロップだけさらっと入れたんですけど、もうねチーの福袋は本当に毎回ねたくさんの方にご注文いただくぐらい好評をいただいてて、なので今年もね予約を早めですけど受付しました。すでにねもうたくさん、なんか3種類あるんですよ、3パターン、3000円のと5000円のと7000円のがあって、それをね全て買ってくださる方がね何名かいて、本当にねありがたいんですよ。で今その制作にも入りつつっていう感じで動いております。で発送は12月中旬目標なんですけど、なんかねリクエストで、まあ毎年結構そうなんですけど、早めに発送してもらったらまたリピートが、その販売期間がまだあったらリピートができる、もう一個買えるのでっていうお声もあったりとか、あとはちょっと早めに遅れた方、一番最初の方に予約してくださった方でね、の分を送った後にまた同じ方が買ってくださるっていうことが結構あってですね、だからまあ中旬発送予定となってるんですけど、前半の方に発送する人もいるかも。前半の方にいつも本当に一番最初とかに予約してくださった方とかね、これ普通にやってたけどコームついてたんだね違うやつ使ってたけど知らなかった。なのでそんな感じなので、ショップをね、ショップで今販売ページがあるのでぜひ見てみてください。ちょっと明るいさ色だとムラになりやすいので、ちょっと後でパウダーでここのムラは埋めます。どうしてもぼかすとねムラになりやすいんですよね。そしたらディディオンのアイシャドウと、今日はディディオンのこのシングルアイカラーの1番とクリオのプロアイパレットミニの1番を使っていきたいと思います。今日はねすごいね時間に余裕があって、というのも早起きしたんですよね今日。なぜか、まあ、風が強くってっていうのもあるんだけど、すごい早起きしたので家の掃除と洗濯をバーッと回すのと、なんか割とやること終わっちゃったので今もね結構時間が余裕があってのんびり撮影しております。今クリオのプロアイパレットのここの上の部分でちょっと眉毛のねない部分を出してます。そしたら、アイシャドウをでいきます。今日はねちょっと薄めというか、ここの下の明るいカラーをまずね底見えしてるこのカラーでベースを塗っていきます。今日はアイシャドウがっつりっていうよりは、なんか陰影をしっかりつけてでラメっていう感じにしたいんですよね。下にも入れて、そしたらその上の眉毛にものせたカラーをちょっとクリースの部分にほんのり
もう急に寒いからね、部屋着もモコモコ仕様にしたいと思ってる。そしたら下まぶたにもしっかり入れて、そしたらディディオンのこのブラウンをのせていきます。キャメルっぽいカラーでね、すごい可愛いんですよ。リディオンはね、おしゃれなカラーが揃ってるので、私今日はね、リップもリディオンを使おうと思っております。こんな感じでのせたら、ここからこれのね、一番濃いカラーでアイライナーみたいにするのと、涙袋も描いていこうと思います。から今日寒いからさ、アウターが必要ですね。私ここ最近は本当にスウェットだけで出かけられてたので、まあちょっと寒いなって日はね、ベスト着たりとかしてたんだけど、基本はそのスウェット1枚で、まあ割とね、普段私車移動なので、基本はね、甥っ子とか姪っ子とかと一緒にいたりとか、実家にね行ってたりとか、送り迎えとか結構してたので、だからさ、車移動なのでね、なおさらアウターいらないっていう感じで、暑いぐらいの感じだったのにさ、アウターをね急遽着なきゃですよね。このアウター着なきゃかなとかっていう1回目は楽しいですけどね、季節の変わり目って。もうこれがアウターを着るのが普通な寒さになってきたら、もういいよ冬はってなるんですけどね。しっかり結構ね、ライン風にしております。そしたら涙袋も入れます。今日はね、ちょっと早めに出てサンキューマートに行きたいんだよね。なんか暖房グッズがあるらしくって、私暖房のグッズがすごい好きで、なんだろうね、色味が可愛いっていうのもあるし、すごい単純に可愛くて、なのでちょっとそれを見たいのとっていうのがあるので、ちょっと早めに出る。こんな感じで涙袋ちょっと後でね調整するんですけど、で、そしたらここのザクザクのラメをのせていきます。ここのラメがね、私はすっごい好きなの。で、この黒目のとこにのせまして、したらもうちょっと涙袋を、でビューラーをして、最近さ、ミシャのこのなんか 4D マスカラみたいな、めっちゃ安いやつ、 3D マスカラと 4D マスカラのセットみたいなやつで、なんか1000円以下で2本みたいなのが9点でずっとあって、気にはなってたんですけど、ちょっとね買ってみたんですよ。で、何回か使ってるんだけど、まあ下地使うといい感じかなっていう感じですね。これだけだと多分ね、結構には物足りない感じなんですけど、下地があればいい感じです。なのでマジョマジョの下地を上下たっぷり塗っていきます。よし。で、これで乾かしてる間にシェーディングを、この間シーン購入品でも紹介したブラシでのせていきます。これで細く鼻筋をまず作る。
フーミーだね。作ってここにも影を入れます。ちょっと寝かせ気味にね、この扇形のブラシを。そしたらマックのハイライトを使っていきます。このホリデーのウストラディメンションスキンフィニッシュグリームスケープっていうちょっとピンク味のあるカラーをのせます。可愛いんですよこれが。またこんな感じ。ツルツルに、ツルツル肌になりますね。そしたらアイラインを引いていきます。ケイトのエアフィットジェルペンシルの BK1 番。さっき引いたアイシャドウのラインをなぞる感じで、こんな感じで、インラインもしっかり引いていきます。こんな感じで、よし、下はいいかな。結構しっかりアイシャドウでね、こうラインを引いたので、でチークもなしでいいかな。まずちょっとリップ塗ってみよう、どんな感じか。で、血色がなかったらチークを足します。リリオンの、あれどこ行った、あった、リリオンのプランピングリップスティック01番のね、ブラウン、このめっちゃブラウンをこのダイソーセリアで買ったブラシに取って、いや、まず直接塗りますこんな感じ。おしゃれリップですね。めっちゃかわいいおしゃれリップ。これだとちょっと血色があれなので、リリミューのカヌレブラウン、ちょっと赤みのあるブラウンカラーをブラシにとって内側からのせます。こんな感じ。今日はチークなくていいか、なんか大人っぽい感じになったので。ではしっかりまつげを盛ります。この 4D マスカラで、ミシャの、まず下から塗っていきます。っていうのもね、マスカラ下地が乾いてなかったらあれなので、結構私は下から塗ります。下だったらね、あんまり乾いてなくてもこう下がってくれる分にはすごいいいじゃないですか、逆に。でね、あんまり可もなく不可もなくっていう感じです。このちょっと存在感が出てるのはやっぱり下地のおかげなので、下地の色付けをしてくれてるっていう感じですね。でもブラシは細いので塗りやすいです。そしたら上も塗っていきます。っていうかリップめっちゃ可愛くないですか、この組み合わせ。なんかヴィンテージブラウンレッドみたいな感じ、めっちゃ可愛い。こんな感じ、結構ね存在感が出てると思います。まあ3、4回はね塗ってるので、こんな感じ。そしたら着替えるのと髪の毛をやんなきゃだね。って言ってもね、まだね時間があるので、またその時に撮ります。メイクはこんな感じです。はい、はい、こんな感じです。髪の毛は、前髪は下ろし
で適当に後ろはちょっとね巻いてみました。外巻きにちょっとねなんか重たいんですよね今伸ばしっぱなしだから、だからちょっとクリップにしようかな。クリップだとさ結ぶよりも緩く見れるからいいです、見えるからこんな感じ。はい、で格好コーデはこれがクラシカルエルフっていうあの9点で購入できるプチプラのインナーのロンティーに、このビスチェはコカのものです。ここのねここのチャックのところに紐がついてるので自分で簡単に上げられます。で下がシーンで購入したこのバギーパンツみたいなフレアパンツに、ロングブーツを中にあのデニムの中に履いていきます。これがね長いのでちょっとごつめのブーツでちょっとでも地面に擦らないようにしていきたいと思います。でカバンはモッセルのこの前も動画あインスタかなで紹介したこれにアウターがねこれがねジャバっていうこれもね9点で買ったんですけどしっかりしてて、これはクラシカルエルフだったかな、サイズが L サイズのこれでいきたいと思います。本当は下がね黒のタイトスカートでいこうかなと思ったんだけどちょっとあまりにもモノトーンすぎるなと思ったのでデニムで外したくてこれにしました。はい、でピアスはねチーのあのハートの大粒の石のやつについてくるピアス、これだけでも使えるのでこんな感じでシンプルにまとめてみました。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。